ブレイクシット・プルース、イギリスから離れていくポーランド人たちジョアンナさんは7年以上イギリスに住んでいますが、もう自分の未来はここにはないと考えていますイギリス人は私たちを侵入者と思っているから、言和したくないんです。こちらが何か奪おうとしていると違います、奪いたくなんてありません与えたいんですジョアンナさんは店の外で娘とポーランド語で話していたところ、通りかかった男性に英語で話せと言われたそうです。 ここは私の国でもあるし私はここで平等な権利を持っていますと言い返しましたすると男性はそれももう終わりだもうお前たちに権利なんてないってマグダさんはイギリスで6年間働いている慈善活動家ですブレクシットのニュースを聞いたとき自分たちの未来について考え始めましたし今でも考えていますここに居場所はあるのか 特に子育てはできるのか子供もたちが自分はこの国で望まれていないと思うような場所で子供を育てたいのか小学校教師をしている友人は児童の一人から自分の国に帰れお前なんか必要ないと言われたそうですパペルさんはイギリスのホテルで働いていましたがブレクシット投票の後今年7月にポーランドに戻りました イギリス人はポーランド人労働者を非難するのではなくからかっていましたイギリス人から仕事を奪っているとでも僕たちがやっていたような仕事にイギリス人はつかないってみんな分かっていました